さあ始まりましたウルトラ怪獣散歩です。イエーイ。さあさあさあ、今回もね引き続き沖縄ですけれども、今回は北谷町にあります美浜アメリカンビレッジからお送りしております。そう、アメリカンビレッジ。いや、ご覧くださいよ、ほら後ろ、ほら、はい、大きな観覧車ね。ね、大きい。街並みもいい感じですよ、これね。アメリカンです ね。いやいや、沖縄にこんなところあるなんて知らなかったですね。ね、あるんですね。シュワッチ。ん？いや、なんかすごく発音いい感じでしたけど、え、何？あれですね、メガスペシウム光線、ウルトラマンパワードでしょうね。アメリカのハリウッドで作られたケイン小杉さん主演のね。ああ、はいはいはい、あ、そういうことですね。なるほどなるほど。キッチャンエンレバン、君もパルボリ。いやいや、それケイン小杉のモノマネのモノマネだよね。うん、何唐突に。似てないよ全然。パルボリ、うるせえな、やめろ。パフェットボーリー。やめろ、せんだ。まあ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 。パフェットボーリー。何やってんの。パフェットボーリー。いやいや、なんで一緒になってやっちゃってんすか、メフィラス。パフェットボーリー。何やってんの。ああ、もうこれただの悪ふざけだ。パフェットボーリー。パフェットボーリね、ちょっとあの今ウルトラマンって言いませんでした。大丈夫ですか。今日は北谷町へお越しいただきました。私、北谷町観光協会の松田と申します。よろしくお願いいたします。 ありがとうございますね。素敵なエレキングのシャツでね。あ、よろしくお願いします。松田さん、シュワッチシュワッチシュワッチ。いや、ちょメフィラさん、メフィラさん、これ偽ウルトラマンさん本物と勘違いされてませんか。いや、まあまあ、大丈夫ですか。まあ、今回ウルトラマンが来るってことでね、いろいろあれしてるんで。は、は、うん、え、うん、そうやって言ってんの、うん、いや、ダメージ、うるさい、ダメージ。特産品のチンスコなんですけど、どうぞいただいていってください。あら、インツ、すいませんね。ありがとうございます。いよいよ M78 セーブに帰ったら兄弟いっぱいいるんでね。もうちょっともらっていいですかね。あ、いいですよ。まあ、あんたザラブ、ザラブでしょ。いや、いないでしょ、兄弟が。兄弟がもう欲張りなもんでね。まずくないですかこれ。すいません、これ犯罪じゃんか。いや、いい、犯罪ですよ、ね、あの本当は北谷町長も来る予定だったんですけども、ちょっと出張で来れませんので。あ、そうです。実は北谷町長の方からビデオレターをいただいておりますので、あの皆さんに見ていただきたいと思います。では、ビデオレターです、どうぞ。うわ、V 振りした、びっくりした。え、廃材薄用中中うがらびら、え、面相れ北谷町、え、中夜ウルトラマンターが北谷町会面接に、全然何言ってるか分かんない。べ、楽しみにそういう見たしが、ん、出張の案会出一夜でことがないびらん、出張だけ分かった。もうさらとくるが伊達アビクト、何楽しんで行ってください。しばっち。なるほど、嘘をつけ嘘をつけ。ちょっとさ、素敵なメッセージありがとうございます。いや、絶対分かってないでしょあんた。いや、ほぼ何言ってか分かんなかった。で、最後しばっちって、チョンチョンさんもウルトラマン来ると思ってますよね。これやばくないですかこれ。来てるか、バレたらやばい。せーの、しばっち。こちらね、北谷町のキャラクターチータンですけどもね。ありがとうございます。どうもウルトラマンでした。はい、ありがとうございます。ね、いつも応援ありがとう。ね、ウルトラマンですよ。いやいや、これ完全にやっちゃいけないことやってんぞ。これはやばい。はい、たーい。私、五代目北谷町白浜大使、ミスサンセットの荒垣のぞみと申します。よろしくお願いします。お願いします。はい、ここからは私がご案内させていただきます。で、何ですか、荒垣さんなんですか。そうです、荒垣です。垣、濁らない。そうなんです、濁らないんです。あ、惜しいですね。惜しいってどういうことですか。確かに、惜しいってどういうこと、うん、失礼だよ、うん、ちょっと残念ね。ね、もうちょいでしたね。こちらサンセットウォークですってよ、素敵な通りですね、これね。はい、OK。 撮れた。ありがとうございます。あ、それ見せてみよう、うん、え、あ、いいか、あ、いいじゃん、いいじゃん、いい感じですか。今回いいよ、加藤さん。よいしょ、よいしょ。ポーク卵おにぎり、お待たせしました。おー、来た来た。あ、すごい美味しそう。
サービスしてくれましたよ。お、そう。いやいや、あんたサービスとかじゃなくてウルトラマンのふりして店員さん騙してたろ。シュワッチとかすげえやってたじゃん。シュワッチとか見てたぞ。なんかサービスしてくれたんすよ。嘘つけ、小ずるいな、あんた。いや、マジで評判悪くなるよ、ウルトラマン。ちょっと、ま、待ってください。シュワッチじゃないんだ。僕は嘘ついてません。この目を見てください。その目の形が嘘なんだよ、だから。釣り上がってんじゃねえ。スパムと卵が美味しそうですよ。うん、じゃあ、この茶壇の地で、ポーク卵おにぎり、いただきます。どうですか？ほかほかご飯にジューシースパム。偽物には真似できない、本物の味。よく言えたな。でお前自体が偽物だから説得力ねえんだよ。何なんだよ。早く早く、ノーマルトさん。ちょっと恥ずかしいですね。入ってるかなと。ここでいいですか？ちょ、どうすかどうすか。はい、行きます。いやいや、はい、これ自然ですよ、ノーマルトさん。あ、ほんと？うん、なんかもう柄みたい、そういう。確かに。そういう柄ってなんすか？はまってますよ。すごくいい。あ、ちょっと待って、顔抜けない。え、顔がちょっと抜けなくなっちゃった。ちょっと、そんなことあります？え、助けて。遅いですか？ちょ、ダメよ、そっとよ。そっとよ、行った。え、ちょっと、ちょ、行った。ほんとハマってなかった。いや、ほんと、ほんとにハマってた。やったね、これ。やったねって何？これやったな、これ。どうも、お邪魔しております。こちら、どんなお店なんでしょうか？こちらは、日本製島造り専門店の、オキチューといいます、うん、好きな自分のカラーが作れます。で、名前とか、いろいろ記念日とかデザインも入れることができますので、うん、すごい世界に一つだけの島造りってなってます。うん、なるほど。いいですね。世界に一つだけ、うん、はい。それでは、北谷町の野国町長から、うん、素敵なプレゼントのメッセージがあります。それでは、シュッチ。え、またメッセージ？正しくはこうね。いや、どうでもいいけど、そこ。皆さん、アメリカンビレッジを楽しんでますか？ここで私から特産品、島造りをプレゼントさせていただきます。すげえちゃんと喋れてる。ぜひ、履いてみてください。シュワッチ。よっしゃー、釣れるんですか？町長、ありがとう。ありがとうございます。それじゃあ、メフィラス星人さん。あら、すいません、いただきます。はい、うわ、嬉しい。はい、それではこちら、はいはい、どうぞ。 ありがとうございます。あ、すごい。はい、ありがとうございます。おお、すごいすごい。ほら、書いてある名前がメフィラス星人ってね。お、色合いもぴったりだ。僕のもほら、やっと。嬉しい。いや、ちょっと待ってください。これウルトラマンってなっちゃってますよ。いや、嬉しい。やばいでしょこれ。ありがとう、後で問題になりますよ。蝶々完全にウルトラマンだと思って。てか、ノーマルトさん、は見ました？自分の造りそれ。なんすか？ノンマルト星人になっちゃってますよ。本当だ、ノンマルト星人だって。おい、ちょちょ、おい、ちょっとノンマルト星人っておかしいだろお前。もともとノンマルトが地球人だったんだよ。おめえらが勝手に現れて海の底に俺らを追いやったんだ。ちょちょ、おい、ちょちょ。さあ、こちらメフィラスのサンダル、視聴者プレゼント応募方法は番組の最後に。あれ、足湯がある沖縄に。何これ、面白い。え、なんで？僕たちのことわかります？あちらはウルトラマン。そうなんですよ。偽物です。え、偽物。どうも、ウルトラマンですよ。ジョッチ。あ、いや、違いますよ。どうも。あ、いて。ごめんなさい、ごめんなさい。今、わざとでしょ。いや、わざとじゃないです。やったね、また。僕のそういうのも厳しくないですか？やるね、結構やるね。やるねじゃないんですよ。あ、どうも、よく来られるんですか？たまに。あ、たまに。この辺りに住んでらっしゃるんですか？隣の箕輪です。あ、わざわざここに入りに車に乗って。あ、そうですね。ちなみに僕らのことわかります？ウルトラマン。ちょっと目が違う。あ、バレた。いや、いや、これバレるぞ。悪事が全部バレるぞ。さあ、カッキー、続いてこちらは。はい、こちらはチュラー湯名物のヒーリングプールです。うん、なんと沖縄で初の温泉プールなんです。わ、すごいね。すごい、楽しそうだ。うん、ちょっとごめんなさい、あの、本当に沖縄初ですか？そう、沖縄初です。ひょっとしたら遥か以前に沖縄初の温泉プールがあって、それがチュラー湯に侵略され、いや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 、海底に追いやられた、そんなことがあったんじゃないですか？やめましょう、やめましょう。ノンマルトさんじゃないんだから。こちらの泉質はナトリウム、炭酸水素塩温泉となっておりまして、神経痛、冷え性、五十肩によく効くと言われています。なるほど、これは嬉しいですね。立派な温泉だこれ。え、
ちょっとノンマルトさん、いや嘘でしょ。いや気持ちいい、癒されますね。いや嘘だ。いつの間に。いやちょっと、いやノンマルさん、なんで普通に温泉入っちゃってんですか。は、いや何普通に温泉入るって、旅番組で温泉来たら普通入るでしょ。いやそっちこそ何言ってんすか、温泉に入らない温泉リポートなんて聞いたことないでしょ。いやまあこっちは普通でしょ。いやそうなんだけどさ、いやあのそうしたいけどもなかなかそうも行かないとかあるじゃない。よいしょ。ちょっと、ノンマルトさん、すげえな。どうもこんにちは。ちょっとノンマルトさん、どちらからいらっしゃったんですか。チャタの美浜です。チャタの美浜、あそうですか、よく来られるんですか。はい、よく来ます。あーそうですか、いいですもんねここね。あんたはどこから来たんだ。まずいな。どこから来た。それまずいな。いやあのね、話せば長くなるんですけど大丈夫ですか。時間大丈夫。大丈夫。もともと地球っていうのはね、あの私ノンマルトっていうんですけど、ノンマルトがもともと住んでたんですよ。でね、あなたたち人間のご先祖様が勝手に、あの聞いてます。聞いてる。勝手に侵略してきてね、いいからダメ、我々を海に追いやったんですよ。おい止めろ。話聞いてますね。聞いてる。ね、私のご先祖様がいたから、あなたたち本当は違うんですよ。もともとはね、私たちが住んでたんだよ。何笑ってんだよお前。なあ、おい笑ってんじゃ笑い事じゃねえだろ。なあ、ちょご先祖様の話だよ。もともとこっちのご先祖様が住んでたんだよ。おいこっち来い。おいやってやるよ。こっち来い。おい弔い合戦だよご先祖様の。おいお前をこの温泉の底に追いやってやるよ。ちょっとおいやめろ、お前力強えな。いっちゃう、ごめんなさい。ぽーい。あーおいしい。いやー風呂上がりに泡盛り最高こうですね。こちら茶壇長老はなんと茶壇町で作ってるんです。いやそうですね、知ってますよね、有名、知ってますよ。じゃ2人何飲んでんのそれは。あこれですか、これあの泡盛をねシーカーサーで割ってもらったんですよ。これ沖縄っぽくていいでしょうね。いい感じでしょうね。カッキー僕は牛乳割りですね。お酒苦手なんで。てへー。てへーじゃねえよ。なんでせっかくの茶壇長老よ、そんなもんで割って飲んでんだよ。私みたいにロックもしくは水割りだろ。泡盛本来の味と香りを楽しまないといけないだろうがよ。おかしいだろ。ねえ楽器ね。そうですね。でもどんな飲み方しても美味しいので私はコーヒーで割って飲みます。飲んだことないですか。ないね。ぜひ試してみてください。どんだけ噛んでんの。まあでも長老といえばね、ウルトラの長老ウルトラマンキング、まさにこちら泡盛界のキングといったところでしょうかね。なるほどね。はいキングね。入ってきた。いやキングのじいさん最近どうしてっかな。いやお前キングと会ったことないだろ、偽物なんだから。何言ってんすか、超仲良しですよ。そうつけ。あれでしょ、ヒゲ生えたマントの人でしょ。なんだそのざっくりとした覚え方。なんだヒゲ生えたマントの人って。お前本物そんな言い方絶対しねえわ。何言ってんだ。待ってヒゲ生えてるよね。いやもう怪しくなってんじゃんそれも。父がこれでしょ、母がなんだっけ、あれだ、下がってるやつだ。下がってる。どんな覚え方なんだ。だからお前本当はウルトラマン全然知らねえだろうな。偽物語るにしてもお前もうちょっとリサーチしろ。なんだよ。あ、ごめんなさい。何？ちょっとカラータイマー鳴っちゃったんで。嘘つけよ。すいません。いや偽物のが鳴るわけないだろ。本当にじゃん。おい、ちょっと何なの？これどっから鳴ってんのこの音。あれだ。あ、これ。これ AD 戸籍がラジカセで鳴らしてんじゃねえかよ。気まずくなったらカラータイマー鳴らしてバックレるって最低な行為だな。しかも打ち合わせまでして。勝手なことすんな、聞いてねえぞ俺お前。戸籍なんだその顔。何の顔だお前。以上、チャタンでした。楽しかったね。唐突。